なんだお前か。知らぬは亭主ばかりなりってな。ある？見苦しいところを見られてしまったわね。とにかく立ち話もなんだから私の部屋に来てくれないかしら。夜間は研究所の鍵を閉めてしまうことが多いから裏手から出入りするのよ。ここよ。どうぞ。ありがとう。少しだけラフな格好に着替えさせてもらったわ。太ももばかり見ないのよ。相変わらずね。あるもする？飲むかってこと。意外とは失礼ね。私は元来質素な方なのよ。本当よ。だけどほら、いわゆるナイスバディじゃない？だからお色気お姉様って見られるのよね。ほら、アルも見てないで飲みなさい。この程度はたしなむっていうのよ。飲みすぎって言葉はボトルを3本も4本も開けた時に使いなさい。そうなの。話というのは他でもないわ。ティーナのことよ。ええ、彼女の身元をデータバンクで調べてみたのだけど該当者はなかったわ。最初からないのか、あるいは単に財団のデータバンクに登録されていなかったか。そうね。でもあの子は現にあそこにいる。
いるものをいないとは言えないわ。それはわからないのだけどね。そうね。最終的にはどこかの施設に入所してもらうということになるのだけど、でもどうしようもないじゃない。本気？でも それはわかるのだけど、誠はどうするの？ある、ちょっぴり見直したわ。本当よ。もしかしたらそれがいいのかもしれないわ。あら、なかなかいい飲みっぷりね。私も負けないわよ。蹴るわよ。もしかしたら、それって褒めているつもり？さあ、じゃあティーナに乾杯ときましょう。さあ、かん。何かしら？確かティーナとか、あら、名前が一緒ね。そうだったかしら。私は何度か見たことがあるんだけど、そっくりというほどでもなかったわ。ある、あなた何が言いたいの？偶然じゃないんだったら一体何だというの？考えすぎよ。教授の娘さんは残念なことにテオドラ研究所事故で亡くなったわ。彼女の夫と共に。ある、あなたまさか好奇心や巧妙心のために教授の私生活に立ち入ろうとしていないでしょうね。あの年頃の女の子なんて結構見た目が似てしまうものよ。たまたま名前が同じだからといって。偶然に偶然が3つ重なったと私なんかは考えてしまうわね。
私には偶然以外に考えられないのだけど。ある？ピッチが落ちてきたんだな。だらしないわね。あら、もうダメ？ある？ねえ、ある？最近誠とうまくいってないんじゃないの？もうそんなことだから他の男に。ああ、なんでもないわ。とにかく男だったらもっと推しを強くしなさいよ。ちょっとぐらい拒否されたって、強引に持っていくくらいの会場が時には必要なこともあるわ。アルバート、あなたに解消があって。そんなことだからダメなのよ。欲しいものだったら時には力ずくでも手に入れるくらいの熱意と発揮が欲しいわ。うるさいわね。私はそういう男が好きなの。男は覇気と熱意ね。何？あなたとは年季が違うわ。なかなかやるわね。まだまだ序の口よ。ある、あなたクリスさんと抱き合ってたでしょ。証拠なんて関係ないわ、女の勘よ。でも抱き合ってたんでしょ。ほら見なさい。わかっているわ、どうせあるのことだから。迫りに迫られてやむなくしてしまったというところかしら。もうあれほど彼女には気をつけろって言ったのに。そう、誠はもうあなたとクリスさんのことに気づいているわよ。本当に嘘だと思う？まったくしょうがない人ね。わかってるわ。女遊びくらいはしょうがないし、それが男って生き物だから妥協はできるわよ。でもよりによって
恋人の目の前でするバカがどこにいるというのよ。何？なんか言った？アルバーロ。そんな些細なことはどうでもいいの。あなたね、そんなに女たらしだとしょうがないわ。アルベルト？暑いわ、なんだか。まだまだ、このくらい序の口いらない。何よ、私が悪いって言うの？クリスには優しくするくせに、私とは飲めないって言うなら。まだまだ序の口よ。どうせ私はイカズゴケよ。どうせ私は寂しいわよね。誰も私の魅力を分かってくれないのよ。うるらいわね。男はみんな私の内面なんて分かろうとしないのよ。何のために一生懸命勉強して経営学の修士まで取得して、何よ、あなただって酔ってるわね。もう寂しいわ、飲むしかないわね。ほら、あるもん。シャツの下がぐっしょりや。そう、もうぐっしょり。ある、寂しい者同士、夜を通して慰め合いましょう。私一人で寝るわ。どうしたのよ、ハル。目が血走っているわ。目をつむったら鼻の下が30センチに伸びたわよ。鼻の下が縮まったら、また目が血走ったわ。キャー！ダメよ、アル。それは私が言った言葉よ。あ、こら、抱きついたら。力づくをやめて、お願い。いや、
も私が言った言葉よ。もう。誠に、誠に悪いわ。ちょっとシャツを引っ張らないで。そんなこと。そんなところ引っ張ったら破れちゃうじゃないの。ダメ。バカ、もう勘違いするようなこと言わないの。それは汗でしょ。ああ、本当にちょっとある、やめて。お願いだからもうこのくらいにして。何言ってんの、もうよだれ垂らして。いやよ、よだれを垂らすのはやめて。服がびちょびちょになってるじゃないの。こんなことって、そんなに見ないで。そんなことはないわ。私のは普通よ。あ、もう触っちゃダメ。お願い。普通よ、普通よ。ちょっと。いや、ダメよ、ダメダメ。胸が大きいのは私のせいじゃないわ。やめて。盛り上げるだけ盛り上げといて、何なのよ。まったく憎めない人ね。しょうがない人。ある、あるってば。ある、あるってば。ある、ほら、ある。何をやってるの。ほら、ある。ある、ほら、ある。あるってば。ある、ある。ある、もう、ある。早く起きてってば。
目が覚めた？いいから早く起きるの。誠が来たのよ。バカ、ここは私のベッドの上なの。こんなところを誠に見つかったら一巻の終わりよ。目が覚めた？誠が今ここに来るの。わかった？どうしたの？もう何やってるのよ。これがあなたのシャツよ。あの窓から出てってちょうだい。じゃあ、あのドアから出ていく？誠が立っているあのドアから。何やってるのよ。ほら、このシャツを持って。あと靴よ、靴。忘れてるわよ。開けてよ。バカなこと言ってないで、早く行きなさい。Thank you.